あ、いつもありがとうございます。保護をしていただいて。あ、今日はそんなところに。本当、ありがとうございます。何かご迷惑とかは。ああ、そうですか。足の治療もありがとうございます。あの、少し二人きりにしてもらってもいいですか？はい、いつものように15分ほど。はい、ありがとうございます。はあ、よかった、無事でよかった。ああ、ごめん、急に抱きしめちゃって。ああ、もしかしてわからないかな。そっか、最近早いな。ううん、なんでもない。わからなくなって家から飛び出しちゃった。そっか。どこかに行こうとした？あ、わからないけどここにいちゃいけないと思ったんだ。そっか。それで裸足で飛び出したの？自分の靴がどれかわからなかった？そっか。あ、俺？そっか、わからないよね。ね。俺の名前は、千尋です。そう、あ、これ、運転免許証。免許証より本物の方がイケメンでしょ？ふふ、うなずいてくれて嬉しい。俺はね、君のことをたくさん知ってるから、これから少し君について、説明させてくれるかな。うん、ありがとう。じゃあ、君の手首、見てくれる？そう、なんか文字書いてあるよね。なんて書いてある？そう、首にかかったパスケースの中身を見て、文字には気づかなかった？うん、長袖だしね。君はね、いつもそのパスケースをかけてるんだ。これからも君のためにそのパスケースをかけていて、寝るときに外して朝起きたら必ずかけて。これ約束。じゃあ、君の首からかけてるパスケース一緒に見て。わからなくなったら、ここに電話って書いてある。それ、俺の電話番号なんだ。だから、今度またわからなくなったり、不安になったらいつでも電話して。うん。で、中開けるね。これが、君の運転免許証。で、これが、君のお名前と、今の住所。うん、いつも思うけど、写真写りいいね。本物の方が何倍も可愛いけどさ。あは、気づいた？そう。俺と名字が一緒なの。兄弟、ではないんだ。君は、俺のお嫁さん。俺の、可愛い奥さんなんだ。ふふ。驚いた？え？どうしたの？嘘？なんでそう思ったの？あ、こんなかっこいい人が旦那さんなのかって？そう、君の旦那さんなの。よかった、そんなこと言ってくれるなんて。
いや、前回はね、こんな人が旦那なはずないって、タイプと違うって言われちゃってさ。そう、だから嬉しい。ああ、謝らなくていいよ。そっか。いつからって、そうだな。もう5年くらいにはなるかな。君と結婚して、それくらい。出会ってからは、もう8年くらい。こう見えて、おしどり夫婦なんだよ。あ、まあ、喧嘩は、結構するけど。そんな大切な人をどうして忘れたのか？ね。パスケースの中にある手紙見て。それ、一緒に読んで。そう。声に出して、一緒に読もうね。じゃあ行くよ。私へ。私は認知症です。時々、自分がわからなくなります。その時は、周りの人の言うことをよく聞いてください。特に、旦那を名乗るイケメンの言うことは信じて、必ず聞いてください。ほんと、こういう大切な手紙なのにユーモアあるよね、君って。この前なんてさ、そんなにイケメンじゃない、とか疑い出して全然信じてくれないし。そうなんだよ。いつから病気なのって？3年前くらいかな。検査で病気が見つかって、そこから。え？どうして別れなかったのかって？ああ。そうだな。俺が泣きついたの。別れないでーって。俺、君と別れたらどうやって生きていいかわからないって。だから君にお願いしたんだ。迷惑？そんなこと思ったことないよ。あ、今日？まあ、今日は仕事を早く抜け出してきたけど。あて、ね、なんで泣くの？ごめんなさいって謝らないで。これは俺がやりたくてやってるんだよ。俺は、君のそばにいたいの。約束したんだ、君と。ずっと一緒にいるって。なんでそこまでって。君が好きだから。愛してるから。じゃあ、ダメ？今の君は俺が好きだった君じゃない？そうかもしれない。でも、俺はもう今の君に首ったげよ。俺の顔かっこいいって言ってくれた君が好き。今の君が。俺のことを素直に信じてくれた君が好き。いつだって今の君が好きなんだ。だからさ、君も今の俺を好きになってよ。これも約束したんだよ。俺が何度だって君を好きにさせるって。何度だって君と出会って、何度だって君に恋して、何度だって君と愛し合おうって。そしたらさ、どんな夫婦よりも愛し合えると思うでしょ？どう？今の俺は。君の一生隣に立つ男として。どうよ。好き？本当？やった！よかった。ああ、そうだ。よかったらこれ、一緒に見てよ。うん。俺と君の写真。君が忘れても取り戻せるように、いっぱい写真撮ろうって、二人で決めたんだ。
実は前にさ、こういう変なタイプの結婚詐欺なんじゃないかって君に疑われちゃってさ。笑わないでよ。だからちゃんと俺と君が愛し合ってたっていう事実確認みたいな、たまにしてる。俺の携帯には君の写真がたくさんあるよ。あ、家にもね、たくさんあるんだよ。全部俺の宝物なんだ。あ、これはね、君とインドカレーを食べに行った時の写真。もう辛くて辛くて、二人でヒーヒー言いながら食べたんだよね。二人とも変な顔だろ。辛かったよ、本当に。あ、で、これは動画。これはね、一緒に海に行った時の動画。君はいつも大声で叫ぶしさ、しかもいつも海のバカ野郎って叫ぶんだよ。海が君に何かしたのかなって。あと、砂浜には絶対アイアイ傘を書くの。しかも君の名前の隣は絶対俺じゃなくて、君の好きな俳優さん。いつも俺嫉妬してるよ。あ、で、これは君との結婚写真。君さ、式の直前でやっぱり別れるって言い出して、もうドレスも着てて挙式のリハーサル中なのにそう言うんだよ。あ、ね、うん、これは全然病気がわかる前だったんだけど、あなたの隣に立つ自信がないってさ、ほんと意味わからないところで謙虚なんだからさ、もう俺とプランナーさんと君とでご両親で必死に考え直してって言ったんだからね。あ、で、あ、もうこの写真はその時の君にお願いだから結婚してくださいって、もう俺が土下座した写真、カメラマンさんがその時撮っててさ。いや、笑わないでよ。必死だったんだから。それがあったから、うん、今があるんだけどね。記憶のあるなしじゃないよ。君という素敵な人と一緒にいたいんだ。記憶がなくても、俺のことがわからなくても、それは素敵な君がいなくなったわけじゃない。そんな素敵な君とこれからも一緒にいたいんだ。昨日の君も今日の君も明日の君も素敵な君と一緒に生きていたいんだよ。だからまた一緒に俺と生きてください。ふ、うなずいてくれてありがとう。そういうところが好きだよ。落ち着いたかな。じゃあお家帰ろうか。ご飯何食べたい？ん？カレー？ならすぐに出せるよ。なぜなら昨日もカレーだったからね。だから今日はキーマカレーにアレンジしちゃう。好きでしょ？俺のカレー。多分好き。そうだよ、きっと。絶対君の好きな味だよ。え？ラッシー飲みたいの？ああ、うん。つける。つけるよ、ラッシー。だってちゃんと用意してあるんだからさ。ああ。やっぱり君は君だね。なんでもない。好きだなーって思っただけ。愛してるよ。これからもいっぱいよろしくね。